はいどうも皆さんこんばんは。じゃあそれでは今日は、鋼タイプこと辰木二一七さんと一緒にダブルレリックシステムやっていきたいと思います。録画開始開始開始。もうちなみにやったことないよね、俺もない。これどうやってやるんやろうな、まあ、普通に多分全員食うだけ、敵にポークしながら、俺 VC 繋げてない BGG と適当にやって金稼げたから多分適当で大丈夫だよ。これさ、ポーションの笑うな。いやそう、これ回復するから。まんじゅう。まんじゅうやん。そう。これは取らないんでしょ、だからこれは。これは取らない。もう、顔面殴る。まあ、溜まったら取っていいけど、溜まらんと思うから。まあ、溜まってもこれには使わん方がいいんだと思うけど。うん。これね、ヘルスさ作れるし、回復できるから。16でもらえてるんか、一応。16回だったら取った方がいいんじゃない？溜まってる。いや、減ってるんだよね、もらえるあれが。取った時に。そうかそうか。バコバコ殴る。バコバコ。いや、取っていいんじゃねえか。止まった。じゃな。あれ、光栄で取っちゃダメなの？光栄は一旦弱かったはず。え、取っていいと思ったけど、レリック使わずに取る分には問題なかったと思うんだけど。やらんかったっけ？いや、減ったとて。あ、これキャノンに残しまできなかった。40ゴールドしたって。40ゴールドの半分だから20入るじゃないの？これ26円入る。やんねえ。やんねえ。だからちっちゃいミニはレリックで取っちゃダメってだけだったと思うけど、お前も詳しくわからない。これ動画化される可能性があるから下手なこと言えへんわ。まあまあ、初めてやから、俺もやったことないし。うん、このキャノン取るわ。オッケーオッケー、取って。ほい、115円。まあ、とりあえずレリックを使って、公園を取らなきゃいいって話だな。もう、溜まりまくって。無限や、君も1個溜まってるやん。これでも取らんでいいんか。これ取らん方がいいな。キャノン来るもんな。キャノンも取ったで。あ、取った？アンウェーブ2回。どれが全員かわからなくなる。これ全員全員見た全員。メレーか近接でわかる。お、やばいやん、これだいぶできるやん。普通に。余裕やん、ほら、おい。たまたま。押しちゃおうや。もう取っていいやろ、これ。だいぶできるもん。俺から受けるわ。神だね。ああ、これ、ちょっと無理かも。え？死んだんじゃない？ああ、死んだわ、俺。まずい。まあ、いいやろ、こいつ。まあ、いい勝負。ウェーブが終わってるし。一緒にディッシュを切るか。ウェーブが終わってるからいい。見てえな、意外と。まあ。まあ、でも、ウェーブ終わってんな。終わってはいる。最高のウェーブ。お金さえぐい。ほんとや。コルマン。2500円持ってるやん。まあ、これは1キル取ったのもあるけど。まあまあまあ。にしてもか。2人で5000やから俺ら。相手3000しかない。前半さ、おやば。1キル分なくしてもらって2000円ぐらい持ってるわけやもんな、これで。うん。3分段階で。うん、3000たまるな、サポでも。これあれ、キャノンね。あ、キャノン俺が取るんか。俺取るわ、うん、キャノン。あ、待って、やばい。味方、めっちゃ負けてね。あ、コーンした。ん？俺らが勝ってるから関係ない。まあまあ、A がワースか。ワースか。ワース。キャノンのレリック湧くかな、これ。まあ、かんかったら俺取るけど。うん。まあ、時間潰せば別にいつか湧くやろ。まあ、それはそう。いや俺、これ食うか。ん？レリックあと何秒かな、もうちょっと。猫大好きさん、初めてリアタイで見ました。あ、猫大好きさん、どうも。今日なんか初めてリアタイで見る人多いね。もう一回待ってるわ。味方好き、やばくね。俺らで勝つ。二人で勝ちます。勝ってこそ。SG のジャングル、ソースターになったんですかって。そうです。このキャノンでリックはきっと、ん、まあ、500円貯まったってことか。500貯まったってことね。500円。あ、置いたわ。500した。もう、ドラ湧くな。そうそうそう、まだ若いの、ドラまだ若いの。ワンチャンあるな。バレた。ドラント。早く。よし、早っ。うわ、7800円持ってる俺ら。全部で。相手は6200円。1600円多い。宇宙。もう。あわ。え、だって5分。今これオブジェクトファイターでこっから。ルーデン入る。お前カルマでルーデン1キル？1キルだけ取ったん。
うん、やば。余裕で入るくらいだってこれ別に。余裕で入ってる。そうね、ブーツ入れんかったら別に1キルなくて。あーブーツ、いや、まあ、いや一応なんか500円だから3500円でルーデンが入るから、もう多分入りそうやな。確かに入る入る。こうやってやってるやん。あれやっと戦うんだ。終わったな。もうパクパクしよう。もういいか。俺はお金稼いでるから、うん、そんなにもアッシュのウルトがウルトじゃないことってあるんだ。これ勝てるわ。ほぼ勝った、ほぼ勝ったけどほぼ負けた。負けてるからほぼ勝ったけどほぼ負けた。まあまあもうボット崩壊してる、うん、ゲームにあってない。待って、俺3つ倒せるわ。やってた。あ、いい、倒した倒した。こっちもやったで。取った。これで勝とう。うん。600円入ってる。うん。1万1000ゴールドぐらい俺ら。はい、相手は7200円。これ売れてないんじゃない？ある。やばい、取られそう。なんかやばいこれ。シールドつけてあげてるけど。お、取ってる。ナイス。なんか飛んできてる。ねえよ。俺、あ、ピール使うか。ダメだ、待ってるな。ダメだな。俺ら死んじゃいけんから。もらうわ。うん、おい、これこれ。何バルスこれ。AP や。ミトバルス、ミトバルス。ああ、危険な。暗い。前やな。ね、こっち、あ、待って、間違えた。お、いいよ。みんな、ないないない、死ぬよ、相手。死んだ死んだ死んだ。ハッピー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 ハロウィーン。あれ、あー、無理か。あー、もう美味しいな、でも。これは美味しい。ごめん、本押ししたら。バルス抜くつもりが。全然いいんじゃない。うん。勝ちや。帰れるかな、帰れたわ。美味しい。これは1万2000ある。4000ゴールドさや。よっしゃ、あ、ブーツ強化すればよかった、さすがに。やめてください。殴らないでください、俺の。やめてください。あれ取るわ。あー、ないか。終わりかも。俺残ってる。クエスト終わった？終わったんちゃう？終わったかどうかで解いてみる。うん？進化してたら見るか。俺が進化してそうだな。なんか待って、見ちゃう。やべ、抜けるよ。アミラ、ダブリ切ったらいい。こんばんは、新しい調理道ですか？ナイス。ハッピーや。もうカタリナもこっち来ちゃったもんな。ハッピーすぎて。うん、俺らに会いたくなっちゃった。なんで CS 取るん？え、なんで CS 取るん？これメテオメテオメテオハラスハラスポクポク。あれ普通のアッシュすんの？うん。あ、オッケー。こっからは普通のアッシュでいいんでしょ？ん？こっから帝国の指令は？あ、そう、帝国の指令や。やべ。あ、いや、あ、そうそうそう。普通にマダムネ積んでたからさ。あ、マダムネは積むよ。ああ、積む、そう。こっから帝国の指令遅くね？まあ、遅いね。遅いけど、まあ、まあちょっと、サムネのタイトル先のために使おう。どんだけどんだけ。あ、ちょっとブーツ、おい、ブーツそう強化せえや、わし。お、500溜まった。運化しました。俺1万6000持ってる、相手1万1000円しか持ってない。ブーツは一発。え、待って、死んだ。あれ待って、痛すぎる。バルス、あいつのが持ってるわ。俺らのが持ってる。俺ら最強かと思ったら最弱やった。ミラーめちゃめちゃ稼いでるけど、相手の上半身とんでもなくなってるよ。俺らより全然持ってる人しかいない。9100円、9700円持ってた。ダブルリーク超えてるよ、相手。相手、じゃあトリプルレリックってこと？そういうことやね。やってたんか。しかも、あのタイプの AP バルスめっちゃダメージ出るらしいね、今。あ、リフトねえか。ああ。おもろいな。あの AP バルス。やりたくなってきた、AP バルス。これ、オラフ倒せる？オラフはいけるで、勝てるか、勝てる、楽勝や。今ちょっと油断した。まあ、そうやな。あと、あの、俺ら金持ってると思ってた。どんな負けると思わんかった。これ帝国の死いらなくね？いや、帝国司令マジ強いで。あ、強いんだ。うん。あ、待って。
る。足速くなるし。でもこれすごいね、サポが8000持ってるで。いやで、もうこれミッドレーン、ミッドレーンじゃなくなったもん。ミッドレーンサポートやでも。マジマジ、普通にやっててもミッドの方が稼げないの。たつきみなみのデュオじゃ。たつきみなみのデュオレーン生まれる？生まれん。さすがに俺がミッドやけど。役割的にはもうほぼ変わらん。お金ないもん。このこれすごいね。すごいなこのシステム。お金ない時代。これってでもさ、サポが貼り付けになるからさ、うん、またローテーションとかもちょっと変わっちゃったりするよね。変わっちゃったりするけど、でも競技シーンだと。いや、これ最強やから。あ、アップクラッシュ出なかった。終わった。さようなら。今まではだってトップカバーとか入ったりさ、まあそのいろんなところに行くわけじゃん。そう。なくなりました、そんな文化は。待って待って、多すぎる。終わった。あ。あのあれ寄っててもさ、レリックできてる分寄ってる方が損するからね。うん、もうただのモバになった。一周回ってこれのおかげでモバになったよ。まあクエスト完了したら動けるから、それまではじっとしろってことや。まあそうやね。1個目はドラゴン終わってすぐ終わったもん。2段階あるでしょこれ。うん、2段階ある、うん、そうだから結構1個目のドラゴンでもそんなクエスト完了するの？2個目まで。いや、さすがに終わらん。8分ぐらいじゃない？8分ぐらいか。まあ2個目にはにしてもどうしようかもしれん。まあ激筆ではあるな。そんなことよりも、うん、そんなことよりもやな。相手の構成しやがってるしな、なんか、うん、相当きつさはある。ゴースト使って回復したらいける。けどゴースト今ない。使った。さっき倒す。あ、ダメージ入らん、オラフに。オラフにダメージ入ります。強えなこれ。これちょっと強えな。あがい買うわ。一旦。冒険行くわ。どうしよう。みんな育ってる？いや全然。いや育ってないな。うん。俺より持ってる人踏みやっちゃうしこらん。オラフ横から来たら俺は死ぬくね、これ。死ぬ。まあ置いとくけど。危な。これできつ。ちゃんと来てるよ。偉すぎる。なんかおる。ああ、いるな。バロンまで行かれてもおかしくないんだよな、こっから。ね、湧いて、え、あれ上やばくそう。あれやばくね？終わったー、あれ。耐えて。俺ら行くから耐えて。なんだシェン狙ったら絶対勝てんくね、これ。俺の隕石、隕石ウルト。いけんかな。いけてほしい。いけるいける。走らせるわ。そうそう、あ、待って、これバルス当てれるか。当てたわ。勝ちや。ほら、ゴースト強い。ほら、追いつくわ。勝ちや。おお。強い。いいね。買っちゃおうか。あれ。ごめん、おるわ。いいしや。ああ、よかった。勝てそう。ね。押すの、押すそう、これ。うん。帝国の指令が強かったのかもしれん。そうやな。そういうことにしよう。でも、普通にやばいけどね、書いてること。うん。アメージ高いよね、これ、だいぶ。シンプルにおかしいと思う。2500円で。いや、思った。2500円のアイテムじゃないと思った、普通に。積んだら、発動するだけで、初期でも150入るから。これ、最悪売ってもいいのか、別にこれ。何を？ああ、そうだよ。それは売ってもいい。邪魔やったら。うん、売ろうかな。冒険入れたら、売ろうかな。あり。ここだけ怖いんです。いたいた。俺だからこれではい、はめて。そうね、これで解放し、はい、それをやるだけ。このフォークコーデ強くね。強いよ。自分の足速くなるのもいいよね。うん。これするとよ。
今のウルトウルト絶対ウルト。おい、はい、バルス3分の1。あ、強サミーラでさ、サミーラのウルトをさ、あれで貯められるの尺よな、ウルコンのウルトとウルコンの分身で。あ、確かに。なんかタワー、インヒル2個取れたけど。ハッピーや、帰るか。お、俺も帝国入れるよ。もう最強やん。ダブル帝国システム。ダブル帝国システムや。でもあれやで。反対ヒーローに、あ、帰れた。重複しないから危な。重複なしか。さすがに。だってしたらさ、5人積んだら500入るじゃん。そういうことになっちゃう。強いやんそれ。そうよ。クールダウンが独立してないってこと、共通ってことでしょ、クールダウンが。あ、そうそう。ヒーローに対して6秒が一緒。ドラゴン何これ、まだ俺らオーシャンな。え、あー、ここにあったんか。そんな視界取れてないことある、バロン取って。ないないけど、まあ2本折れてるから。まあまあまあ別に全員に見えてくるやろ。念が分かるかな。よし、ここ取れたんでかい。フォークタイムや。あ、いがない。フォークタイム、来た来た来た。あれこれ、あれ飛んできてる。ヒールはするけど。これに差し使わんでいい。あ、いけるいける、もう勝ちや。勝ちタイム。勝ちやなこれ。惜しい。なんで外したんこれ、俺バカか。勝ちや。勝ちや。作った。最強じゃん。世界作った。世界救ったな、これガチで。これは救ったよ。おもろ。いいな、楽しそう。うん、ダメージめっちゃ出てるわ、さつき。ナイス。金もらえるから。ご視聴ありがとうございました。よければ皆さん試してみてください。あとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。